もそんなんじゃダメ、もうそんなんじゃほら、心は進化するよ、もっともっと。それを笑顔で見つめていた博士。どうして博士がそんなに
しい目で私を見るのか、あの時の私には分かりませんでした。私に心、心、私に、私が知った喜ぶこと、私に心、心、私に、私が知った悲しむこと、私に心、心、心の重さに耐えきれなかったのです。動かなくなったロボット、それでも微笑みをたたえた彼女の表情はまるで天使のようでした。